ハイライチを買ってまいりました。暑いです。はい。夏に台湾の果物屋さんに行ってみると、さまざまな果物が並んでいます。その中でも台湾の生ライチは格別なので、少し紹介したいと思います。ライチはアジアの亜熱帯で、栽培されている果物です。こちらの果物屋さんでは時々このような形で枝についた状態で売られていることがあります。あと品種もいくつかあるみたいです。こちらのお店にはヘイイエとユーハパオという違う2種類の品種が並んでいました。これヘイイエとかユーハパオって日本語で何て呼ぶのかわからないですし、中国語だとちょっと面倒なので、これ仮にクロちゃんとタマちゃんと呼ぶことにします。ではこのクロちゃんとタマちゃん、これらのライチを食べてその味を比べてみましょう。このライチの便利なところは、何といっても食べるときに特別な道具がいらないというところです。普通に皮をですね、手で剥いて直接食べることができます。なので、こういう感じで市場で買って買える途中でですね、つまみ食いをしたいと思ったときに何の道具もなくてもですね、こんな風に食べられます。この気軽さがライチの魅力です。あと果物屋さんで軽く洗ってあるので、それほどゴシゴシ洗う必要はないと思われます。でも気になる人は水でさっと洗うといいかもしれません。この枝のつながっていった方から手で皮を取って、反対側を指で押してあげるとプルンと取れます。そしてこの半透明な身の部分をパクリといただきます。中に種が入っているので飲み込まないように注意してください。さて、これら2種類を比べていきましょう。ネットで検索するとヘイイエ、クロちゃんですね、これは比較的伝統的な品種で、このイーハーパオ、これタマちゃんの方は果肉が多い品種であると紹介されていました。さてちょっと半分の果肉だけ取って比べてみましょう。確かにこちらのタマちゃんの方が果肉が多いように見えます。あと味もこちらの方が甘いんですよね。このクロちゃんはクロちゃんで、みずみずしさと酸味があっていかにもライチっぽい味がします。私が日本で食べたことのある冷凍ライチの味に近い感じです。一方こちらのタマちゃんはボリュームと甘みの強さでいかにもライチを食べた気分になれます。種が相対的に小さいので、口に入れて噛んだ時の種の存在感が弱いので食べやすいかと思います。なのでこちらのタマちゃんが最強のように感じはするのですが、しかしこのタマちゃんはですね、クロちゃんに比べて市場に出回る時期が非常に短くなってます。すぐになくなっちゃう高級品です。なので旬を逃さないことが大事ですね。台湾に住んでる私も、気づいたら市場から消えていたことに後で気づくほど、速攻でなくなります。手軽に手に入り、みずみずしさと程よい酸味のクロちゃんか、圧倒的な甘みとボリューム、そして高級感満点のタマちゃんか、どちらを選ぶかはあなた次第。もしチャンスがあればぜひ台湾の生ライチを試してみてください。また機会があれば、こちら台湾のイーランのですね、臨海研究所の日常生活の動画も作っていきますので、興味のある方はチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた。Thank you.